ブんブん。ハロウィーどうもそれです。今回は、Xperia を使われている方でも知らないことが多い、Xperia だけの隠し機能をご紹介したいと思います。その隠し機能とは、キャリアモデルの Xperia を購入し、SIM ロックを解除した場合、本当に SIM ロックが解除されているかどうか確認する方法になります。これは、自分で SIM ロック解除の手続きを行った場合もそうですが、中古スマホを買った場合、 本当にロックが解除されるかどうか確認する際にも役に立ちます。では、その方法ですが、この通話アプリの方から特別なコードを入力することによって確認することができます。実際にやってみると、まず通話アプリを立ち上げ、次のように入力していきます。アスタリスク、シャープ、アスタリスク、シャープ、7378、423、 シャープ、アスタリスク、シャープ、アスタリスク。入力に成功すると、このような黒い画面に移動します。この中から、サービスインフォーというメニューをタップします。そして、今度は上から3つ目、SIM ロック。そうすると、このように現在の SIM ロックの状態が出てきます。一番上のネットワークという項目の 左側にあるカッコの中が空欄になっているかと思います。この状態が SIM ロックが解除されている状態になります。もしこの部分に X と入っていた場合、SIM ロックがかかっている状態となります。ということで今回は Xperia の隠し機能、SIM ロックが解除されるかどうか確認する方法をご紹介しました。もし現在 Xperia をお使いで本当に SIM ロックが解除されているのか気になる方は、今回ご紹介した方法をぜひ試してみてください。 なお、現在 Amazon で販売されている最新の x p e r i a 販売ページについては動画の概要欄の方に貼っておきます。そちらも興味ある方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。